ヤヌスのためにドルニエ社が製作した試作車デルタ・チェンダップ・ヤヌスは1957年から1958年まで西ドイツの自動車メーカーのチェンダップが生産していたバブルカーである1917年に設立されたオートバイメーカーのチェンダップは第二次世界大戦前から自動車の生産に挑戦していた1932年に製作された試作車を 設計したのはフェルディナント・ポルシェであった。この試作車は後に登場するフォルクスワーゲン・ビートルの原型とも言える内容を備えていた。エンジンはリアに搭載し、車体中央に太い背骨のようなバックボーンフレームを据えたプラットフォームを採用していた。しかし、この試作車は量産には至らなかった。第二次世界大戦後の1954年にチェーンダップは より対抗性のある自動車の製造に乗り出すことに決め、クロボット、ブルッチェ、フルダモビルといった企業から提案された設計を見た、後でドルネに車の設計を任せた。二人掛けのシートを背中合わせに置いた四人乗りであり、全部座席へ出入りするための前面のドアと後ろ向きの後部座席へ出入りするための後面のドアを備えた特徴ある前後対象の設計により、 前向きと後ろ向きの二つの顔を持つ姿として描かれるローマ神話の神のヤヌスという名称が与えられた。この車は出力 14HP を発生する 245cc クレーニストローク単気筒エンジンをミッドシップに搭載し最高速度は時速 80km に達した。マクファーソンストラット式のサスペンションにより乗り心地は良好であった。 1957年6月に生産が始まったが、最初の半年間の生産台数はわずか1731台であった。1958年半ばに、チゼンダップはこの事業を諦めて、工場をボッシュに売却した。ヤヌスの総生産台数は6902台であった。レーシングカーには、絶好の運動特性を提供するミッドシップ配置であるが、ヤヌスにおいては、 乗員の質量よりもパワートレインがはるかに軽量であるため、配置位置による運動性の向上といったようなものはなく、むしろ乗員人数と着座位置の違いによる重心変動に敏感な車という特性をもたらした。フィーチャー映画のカーズにないの悪役であるザンダップ教授がゼンダップヤヌスである。これは悪役として描写される製品に対して、 該当企業から提訴される恐れを回避するために選択された結果であった。ありがとうございます。